皆さん、こんにちは。ただいまより、税理士会計科目ガイダンスを開始させていただきます。えー、担当は、レックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はいということでねあのー、今日は2022年度の税理試験受験をお考えの方々にまあほとんどの方々ね会計科目から選択される方々が多いので、まあ、私会計科目レックの方で担当させていただいているというご縁がございましてね今日はお時間あ1時間程度ですかね頂戴いたしまして。 まあ会計科目っていった場合税理士の場合は「簿記論」という科目と「財務諸評論」という科目2科目になるんですが、まあ、私自身収録講義等を通じてですねメインは簿記論の方を担当させていただいているというところもございますんで、まあ、主として簿記論などを主軸に据えてですね会計科目についてのご案内をさせていただくと、まあ、その上で、まあ、皆さん方がね今後試験に向けてご準備いただくにあたってのね一つ講座等を選択の お役立てしていただければということで、この、今僕の手元にございますが、22年向けのパンフレットなんかをベースにしながら、まあ要点要旨をですね、少しお話しさせていただくというところになります。で、まあ一応1時間というところで結構長いっちゃ長いんですけど、あの、ただね、まあ当然僕の方でこれからお話しさせていただく内容の中で、まあ皆さん方が あお一人お一人お聞きになりたいとか疑問とかあいろいろお思われるところもあると思うんですねでそういう内容について触れなかった部分も出てきてしまうかもしれませんのでまあ、そういうところについてはですね私どものお各地本校であったりとかまあ、あとはコールセンターとお電話いただいて疑問点の解消はねそちらで図っていただくこともできますんでまあ、極力 多くの方々からご相談等をいただく部分を主軸にしながらお話はできればなというふうに思ってはいるんですけどももしねちょっと過不足ございましたら特に不足の部分ございましたらあーそういったあ各地本校の相談員への相談であったり、えー、お電話いただいてねご相談であったりいう形で、えー、皆さん方が必要とするような情報を得ていただいて、まあ、将来に向けてね、えー、税理士受験に向けて必要なものをしっかり整えて、まあ、その上でね 実際どうしようかなということをご判断いただいて、まあ、勉強の方を始めていただければというふうに思うんですが、まあ、このね、税理試験というもの自体をね、一つ選択肢に挙げていただいている皆さん方でいらっしゃるんで、まあ、いろいろね、お一人お一人、さまざまなツールを使ってね、情報収集っていうのもしていただいているところだと思うんですよ。で、おそらくこのガイダンス講義をお聞きいただくというのも、まあ、その情報収集の一環というところになってくると思うんで、 まあどうですかねなかなかあの税理試験っていうと非常に、えー、ハードルが高いというかあーちょっとなーっていうふうにねやっぱ悩まれるところもあると思うんですね。しっかりと情報収集を行ってね、えー、やるかやらないか決めてみようってお考えになればなるほどね、えー、まあ真面目にって表現はあるかもしれないけども一生懸命ね、えー、資格ないし、ね、将来に向けて、えー、勉強というものを考えた時にはですね やっぱ税理士っていうのはなかなかね、本当にハードルって高いと思います。まあ、一般的に税理士試験というのは、世間一般でいうところのいわゆる難関試験の領域に属する資格集でございます。まあ、世の中、あ、国家試験と呼ばれるもの、いろいろある。 で私どもレックみたいなね資格予備校というのもいろいろありますからいろ、まあ、んなところがいろんな情報を出してますんで、えー、なかなかね少し迷っちゃうところもあるかなとは思うんだけどただまあどこのね予備校さんの情報を見てもまあそういうのを見るとどうしようかなまあ普通の方々だったらやっぱり悩みますよ。ね。 あ,のあんまり悩まずにスッと入っていただく方もいらっしゃいますけどもでもね僕はやっぱりしっかりと長いスパンをかけてやんなきゃいけない資格の勉強度もあるし、まあ、悩ままれるのは当たり前だと思います、ねえー、でもっと言っちゃうとやっぱり最近なんかねあの私の受講生さんもそうだけどご相談いただくのはやっぱり将来性とかね、まあ、今いろんなこと言われますからあ AI が進展していくといわゆる事業全般ねえ業と侍業ってやつですね弁護士さんとか税理士さん会計士さん ね、便,便利士さんなんかもそうだし、えー、司法書士さんなんかもそう、まあ、いろんなね国家資格、えー、いわゆる独占業務を持ってるような資業さん、まあ、これ自体がね AI の進展によってやっぱりだいぶ仕事が減るだろうと、まあ、将来的にいらなくなるなんていうことをおっしゃってる方もいらっしゃいますんでね、まあ、そういったことも加味すると一生懸命やるだけの意味があるのかなっていうふうにご相談いただく方もいらっしゃいますよ。 ね、だからそういったところも含めてね少しお話ができればなっていうふうに思っておるんですが、まあ、まずねあの税理試験というのは試験制度からしていわゆる5科目、まあ、試験科目としては5科目合格を積み上げることによって税理士となる資格を有するもの、まあ、この位置づけを受けることができると。 いうところになりますから、まあ、5科目取らなきゃいけないっていうところがちょっと大変といえば大変なんですけど、まずね、税理試験の試験科目、これはね、ごしえー、いろいろお調べいただいた方も多いと思うんですけども、まあ、この22年度向けの私どものパンフレット、まあ、これご要望があれば、いつもご連絡いただければご自宅の方にお送りさせていただくこともできますし、えー、または、私どものホームページの方からデジタルパンフレットをチェックしていただくこともできますんでね、まあ、ぜひご一読いただければと思うんですが、あこのパンフレットのね、ちょうど、 表表紙を開いたところにですねよいしょ左下ちょ,ちょっとちっちゃめっちゃちっちゃめなんだけどねこれね税理試験で実施される試験科目があるんですで試験科目はまあ結構な数あるよねというところになると思うんだけどもこれ全部受かる必要はないね全部合格なんかする必要はないですよというところがまず前提になるんですねでここに載ってんのが まあそうねちょっとまとめちゃってるのもあるからあれなんだけどもお9個マスがあります。で9個マスがあるんだけどねまあ,あその中でまず僕が担当してる会計科目って呼ばれるのが冒頭に載ってる「記論」と「財務諸評論」って言います。ね、でこれがね必須だよってなったでしょ。これ必ず2つ合格しなきゃいけない。で記論財務諸評論の2つを合格したらそれ以外がいわゆる税法。 個別の税金に関する法律の勉強をしていただくんですがこの税法科目については法人税と所得税これはどっちか必ず合格してくださいとねでどっちか必ず合格していただくよっていう前提になるから募金、まあ、論座表で2科目合格して、まあ、例えば法人税合格するとあと2科目あと2科目税法から適宜ご自分の興味のあるものを選択していただいて5科目合格を揃えていただくと 税理士とななるるる資格を有すすものっていう位置づけになるんですねだから税法なんかは、まあ、基本的にはもうご自分の興味のある分野っていうのを選択していただいて勉強していただければいいだ結構昔からね優秀な受験生さんはあえてどっちか1個受かればいいよってなってるけども法人税と所得税どっちも受けるとかもうこれも税前できますよ。ね、で2つとろえて、まあ、最後 純粋な選択科目の中で一つ自分の好きなものを選ぶとか、まあ、そういう猛者も,さもいますがまあ税法科目から税理試験を受け始めるって方も中にはいらっしゃいますけどもこれね実際のデータってうんと少ないっていうか出てないんで何とも言えないですけどまあ先に税法から受け始めますっていう人はですね全体の多分割割はいないです1割はいないいいいななですすと思いますほとんどの受験生さんはまず会計科目。 募金論財務諸評論から受け始めてで「簿記論財務諸評論」合格していただいた後に税法入るっていうのがまあ一番ベーシックなパターンだとは思いますねだ大体税理試験というのはこの「簿記論財務所」の会計科目から勉強を始められる方が多いでその中の「簿記論」という科目をまあ私の方で担当させていただいてるんで今日はその簿記論なんかを主軸に据えながらまあお話をさせていただくというところなんですねでなんでこの会計科目を一番最初に受ける方が多いの いうとこれはもう極めてね分かりやすい話なんですけどだいたい税理試験受験を考えられる方々っていうのはステップアップの前提で日商の簿記検定なんかをお受けになってそのままね税理士の方方にに勉強を進んでこられた方は非常にウェイトとして多い、ね、だそうすると、まあ、日商簿記検定を代表格とする簿記検定各種簿記検定が入り口になってくるからそうすると同じ簿記のつながりで試験勉強できるよっていうのがまさに僕の担当している簿記論という科目です。 ね簿記論はあの問題の形なんかも日商簿記検定というところの三級とか二級とあんまり変わらないですよ似てますただ内容が随筆レベルに引き上がるだけであってまあそれまでね日商簿記検定の受験勉強をやってこられた方々は問題にもやっぱり形式としてはなに慣れがあると思うんですね。 まあそういうつながりの自然さっていうところがあるんで多くの方々っていうのは日照簿記検定をはじめとする各種簿記の勉強をやられてそのまま会計科目にお入りになるっていうつながりが一番ベーシックになるっていうのはそういったところだと思うんですで。もっと言っちゃうとまあ僕の担当する簿記論っていう科目の知識、まあ、合格まではいかなくてもいいけども簿記に関する基本的な概要をご理解いただいていかないと税法の中で勉強できないものっていうのもあるんですね。例えば法法人税法 まあこれなんか今でも受験生さん非常に人気があるっていうか、まあ、実務でやっぱり使用頻度が高いんで法人税なんかお受けになる方多いですけど法人税っていうのは法人すなわち会社組織の稼ぎ出した利益に対して課税される税金の勉強ですから根本的にその課税標準っていってね、えー、税金が課税される対象である利益の計算ができなければ法人税の勉強できないわけですよ。じゃあその利益計算の基礎概念はつったらボケで勉強するわけです。 だから法人税とかはまあ、特にそうなんだけどもやっぱり簿記全般に関する基本の知識が固まってないと法人税法の勉強もしようがなかったりするで税法の中にはそういうふうにですねどうしても簿記会計に関する知識を前提とするような科目ってのはいろいろあるね。だから先に母材の方を勉強して会計に関する基礎知識を固めてから税法っていう流れになるっていうのはそういう理由もあるんですね まあこんだけ科目があるからねいろいろどうしようかなってみんな考えながら私の受験生さんも今まさに考えながらね試験に向けて勉強してるような時期でもあるんですけどもそうね,、まあ、あ概ねまあ近年なんかだと同じように人気があるのが消費税。 ねまあ、消費税は皆さんも日常生活で馴染みがあると思いますけどね、まあ、消費税もやっぱり五器の知識って必須ですからあそういったものにつながるという意味でも、まあ、大体会計科目からお入りになる方が多いいですよというとうころになりますでこの税理士試験というのは、まあ、今言った通り1年1科目ずつ合格を積み重ねて5科目揃った段階でいわゆる漢方合格っていうんですけども税理士となる資格を有するものになります。 まあその後、一定の実務要件なんかを満たしていただくと税理士会に登録申請ができますよという流れになってくるわけですね。で晴れて登録が無事通ればああ税理士さんバッチもらって税理士さんになりますっていう流れになるわけですけどもまあそうですねこのもきろん代表あたりっていうのは入り口の話としてはね非常にまあとっつきやすいっていうところもあって繰り返しになるけど一番最初に選択される方が多い。でいずれにしてもこの税理士客に関しては税理試験に関してはまあ 一番時間をかけるんだったら1年1科目ずつ合格していくことができるっていうのがこれ試験制度の大きな特徴なんで他の試験種っていうのはね大体同じ年に全科目をドンと受けていただいてで全体としての合否判定っていう形になるんだけど税理試験に関しては1年で5科目受けることも可能ですよ。やろうと思えば。可能です。制度上はできる。 ただもうちょっと勉強の量が増えちゃうんで現実的にはそれはちょっと厳しいと思うんですけども制度上は5科目同時に受けることもできるけども、まあ、一般的にそれは難しいので大体1年で1科目か2科目ずつ受け取って複数年度にわたって合格を積み重ねていただいて5科目揃った段階で漢方合格税理士となる資格を有するものになるっていうシステムなんですね。 でだからこそ、まあ、一つ一つ積み重ねが効くっていうところもあるんでやっぱ社会人さんなんかはね同じように会計領域を扱う資格主としてはやっぱり公認会計士さんってありますけども公認会計試験もいろいろ試験制度変わったりはしてますけどもね基本的に公認会計試験はやっぱり一発試験ですから複数の科目を同時に受けていただいて合格していただかないといけないんで受験準備としていろんな科目の勉強しなきゃいけないっていうところがあるんですね。 だからこそちょっと社会人さんなんかになってくると現実的にやっぱ厳しいっていうところもある勉強時間の確保っていうところでねいろいろ大変だったりなおかつ内容の違う異なるる科目を同時に勉強すっってのはやっぱり学習負担重いでしょでそれに比べると税理試験の場合には、まあ、例えば僕のやってる簿記論やろうって話になれば1年間にわたって簿記論の勉強だけやってでその年に簿記論合格じゃあ次はまた別の勉強をやってその1科目合格。ね ある分野に特化して1年間にわたって受験計画なんかを立案しやすいっていうところもあるから昔からもう僕がね勉強を始めた時からもう二十数年前ですけどもやっぱ社会人さんにはあそれなりの人気があるっていうのは税理試験だったりする。で資格制度としてそういうふうに試験制度としてそういうふうに勉強が進めやすいよっていう利点があるのとやっぱりね昔から あ社会人さんに人気がある最大の理由ってのはやっぱり将来性だと思いますで、さっきの話にも関わるけどね、まあ、将来的に確かにね AI システムなんか進展してくると今現在の事業の領域というのはうーん仕事の幅としては減る可能性っていうのは多分にあると思います。けど まあ僕なんかだとね妻なんかも事務所やってたりするんであれなんですがあのただね僕は自分が実際に現場で仕事をしてまた見てお客さん方とお話をさせていただいた経験上を言えるんですけどあの税理資格に関して言うとね全くゼロになるなんてこと絶対ないですよ。で今現在あたかもね AI の進展は、ね、飛躍的にね産業構造を変えるから。 私業、まあ、と呼ばれるものは全くいらなくなるみたいな極端な言い方される方も結構多いですけどね税理士はね全くゼロの中絶対ならないしまあ、確かに仕事減ると思います減ると思いますけどねそれはね税理士全般に関して言うと僕はさほど大きな影響にならないと思ってんですでなんでってった時にこれ簡単でね税理士さんっていうのはただ単純に税務申告の代行をします税金の申告を手伝いしますそういう仕事じゃないですよ あの税理士が対象とする方々っていうのは基本的に非常時の中小企業です。ですねで一番わかりやすいのはご自分で会社を起こされてでその会社を育て上げてそれなりの規模にしましたっていうような方々が多い。でそういった方々を対象にお仕事するのが税理士なんだけどあの中小企業の場合っていうのは顧問弁護士とかね顧問社労士とか。 持ってる会社もありますけどもね。それってごく一部なんですよ。まだまだごく一部でそういうね。顧問弁護士さんとか顧問の社労士さんとかを抱えてる会社ってのはごく一部しかないですけども、どこの会社だって。ほぼほぼそこそ、この売上規模になる会社は間違いなく顧問税理士います。間違いなくいます。あの、とてもじゃないですけど、ある程度従業員抱えて仕事するような規模になってくるとですね。これ、とてもじゃないけど、自分の力だけで経理業務こなせたらまあ無理ですね。 まあ無理ですで当然事業規模がでっかくなったりよりやん規模がでっかくなってくるとそれに伴って課税負担って多くなりますしいろんな負担の問題が出てきますんでそれをやっぱり経営者がね会社の経営やりなななながらそっちも同時にこなすんなんて無理なんですよで言葉悪いですけども素人さんでできる範囲っていうのはやっぱり限定的になってしまうから、まあ、本当に会社の規模がちっちゃい時は奥さんに経理やってもらうとかっていうのもありますけどもそれが効くのってまあそうね開業して何年間か なとで何とかか従業員1人雇うことができるぐぐららいいの規模ぐらいだったらまだ回ると思い,思いますただ例えばだけど従業員が5人になりました10人になりましたなんて話になってくるとねちょっと,ょっと無理だと思いますよでやってやれないことはないんです。やってやれないことがないんだけどいわゆる資金運用に関するコンサル的な部分であったりとか事業計画の立案等に関するコンサルティング的な部分これはとてもじゃないけど素人さんには無理です。 まあ経験も必要ですからねで何が言いたいかというとね中小企業の経営者の方々ってね、やっぱり自分が育て上げた会社だったり自分が受け継いでその基盤を維持しながら大きくしてきた会社であることが多いから、まあ、端的な話なんですコモン税理士にには基本的全全部全部が言葉悪いけど音部音符に抱っこなんですよ会社のことはもとより個人の資産に関する話そして相続に関する話こういったものまでひっくるめて全部税理士さんにお願いするっていうのが一般的だったりするんですね。 でこの方々ってね結局のところ、まあ、よく言われる話なんだけど経営者の人って本当に孤独なんですよ。あの事業やってる人同士の横のつながりなんかもあるけどねやっぱり友達にも言えること言ええるるここことととないっっててあるでしょこれは皆さん個人だだそうだと思う思よ、ね、一般的に自分が会社経営してるとかしないとか関係なくてお勤めの方でもいいんだけど自分の財産状況全部が全部友達に全部洗いざらい話しちゃう人とかいます言いづらくない で言いづらくないかと思うしもっと言うと聞きたくない話ってあるでしょいや俺こういうところからこんだけ借金しててこんだけ返してんだけどとかって言われたくないじゃんそんな話もういいよいいよいいよって話になるじゃないやっぱお金の話ってねだからそういうところになるからやっぱねなかなか友達にも話せないんですよましてや従業員の生活かかったりなんだりもあるからそう経験にお金に関する話なんか言えないですよじゃあそういう話ってどうすんのって言ったらもう全部税理士に話すんです でねそういう話を聞いてほしいとかもっと言っちゃうと自分はもう8割方腹ん中でこういう商売こうやって展開,展展開していこうって決まってる,の、ね、で決まってるんだけど最後に専門知識を持ったプロに背中を押してほしいからこういうふうに思ってんだけど先生どうですかっていうふうにご相談される方もいっぱいいる。でこれってね機械じゃ代わりにならないんですよ。ん で経営者の方々ももう8割方払うのが決まってるんですこれでいこうと思ってて最後にこう思ってんだけどどう相談する相手っていうのはもう税理士なんです。でそもそもねあのー、そういう AI システムであったりとか、まあ、今なんか会計システムもいいのはありますからそういったものがどんどん発達していくと税理士の仕事もなくなるよっていうふうに言ってる人いますけどそれね基調代行みたいな業務しかやってないの税理士事務所って多分今後なくなります。 あの事務所って2種類あるんでコンサル業務を主軸に据えながらそういったものも税務申告等の代行なんかも全部やりますっていうのがまあ一般的に僕が考える税理事務所でそれに比べるとね本当に経理代行みたいなことだけやってるような事務所さんもあるだ普段そういうコンサルみたいなこと全然しない相談とかはしなくて要は純粋に経理業務だけを請け負ってますみたいな事務所さんもあるのねで多分後者のそういう事務所は今後どんどんなくなりますよ仕事減ってきますだって 別に、ただ単純に経理業務を発注してるだけだから。それがなくなってね。自分の会社の従業員にやらせられ、やらせりゃいいやっていうふうに考える経営者の方々。にしてみれば、わざわざ外部に金払ってやる必要もないわけですから。あの、貴重代行みたいな業務しかやらないような税理士事務所ってのは、この後どんどん淘汰されると思います。それは間違いないと思う。ただ、コンサル業務的な部分を重きを置いてやってるような事務所さんって、絶対なくならないです。あの、経営者の方々、間違いなく相談相手欲しいんで。 でそういういいい部分はは機械が代わりになななることででしょないですよ普通に考えて。まあ、中にはあの人間が大嫌いでねあのなんだっけ知りとかと話しかけて満足しちゃうような人もいるのかもしんないけどそういう人ってまあ往々にしてですけど絶対とは言わないですけどまあ事業主としてはどうなのっていうところもあるしましては十元抱えるっていうところまでいかないと思いますそういう人は。でそもそもね本来税理士事務所のメインの顧客層っていうのは。 そういう中小企業の経営者の方々なんです一般的にだってそう思いませんあの確かにね例えばですけど個人のサラリーマンの方がね親から引き継いだ財産の問題があるんで相続税の申告をやってほしいそういうふうにスポット的に仕事依頼来る場合もありますよでそういうのをメインでやってるところもありますけども正直言ってスポットの仕事はスポットなんです そんなものは税理士事務所の経営者の側から考えたときに永続的的な安定的事業基盤とは考えてませんそそもそもあの言葉悪いですけどそういうのをメインに据えるといつ来るかもそもそも分かんないしで一件一件のね、まあ、端的な話なんですけどいう報酬が低いのよ手間かかる割に。 でそれを、まあ、専門的に攻めてって数を束ねて仕事にするって人も田舎はないんですよ田舎はないけどねやっぱそれをちょっと事業の柱にするのちょっと厳しいと思いますだってスポット的に相続の依頼する方々っていうのはねそれほど正直言って大きな相続案件ではないです初めから大きな相続税がかかってしまうような人たちっていうのは顧問税理士持ってますから事前に準備しなきゃ急にやったって無理なんででしょ そうなるとそういうスポット的な方々っていうのはそもそも事務所のの運営にあたってメインの顧客層でではは基本ないはずないずそうなってくるとまあそういったね中小企業の経営者の方々から、ね、顧問収入を得ながら、ね、コンサル的な要素を多分に含み、ね、サービスの提供をやっていくっていうのはやっぱり税理士の本来の形なのでそういうことを考えるとまあ AI がどんなに進展したってですね税理士業務がなくなるなんてことは僕はないと思う。 ね、だからあ皆さん方がこの税理士という業務を一つね、えー、資格というものを選択肢に挙げていただいたっていうその選形の命みたいなものっていうのは僕はねいいところに目つけていただいてるなというふうに思いますそんなこと言って偉そうですけどあの皆さんのご期待に沿いやすい資格だと思いますよ。まあ、当然のことながらあの資格取ったから絶対食ってけますってそういうことは言いません僕は。あの資業っていうのは何でもそうですけど結局サービス業なのでサービス業が仕事を取るために絶対必要なのは営業ですからね。 営業努力を何もしないで食っていけると思ったら、それは大間違いです。そんなことはない。当たり前です。で、それは、顧客を確保するための営業努力は当然やらなきゃいけません。ね、あの、なんつうのかな。僕、人付き合いが嫌いだから、始業をやりたいんですって人がたまにいらっしゃいますけど、ちょっとそういう方は多分向かないですよ。全然向かないとは言わないけど。ね、基本的には事務所構えて仕事するっていう感じではないと思う。 やっっぱどっかの事務所に入ってあの事務方のトップになるとかそういうね、えー、位置づけもあるとは思うんだけども、まあ、事務所の経営者っていう形ではないと思いますね。で当然影響力はしなきゃダメですよ。しなきゃダメだけどもただ。 あそういったものが報われやすい資格であることは間違いないと思うんでまあ皆さん方一生懸命ね前向きに頑張っていただいて将来その期待が大きく失われるってことは多分ないですよ。全然税理士なんて仕事やったって誰も食っていけないとかそんなことない。ね。で僕はねあの基本的に仕事は取りやすいのが税理士だと思います。だって今の環境を見たってそう思いませんね。 今世の中の流れとして日本はですよ今現在の状況で言えばですけど何にしたって課税強化の流れっていうのはどん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 進んでるじゃないですかでしょいろんなものに税金かかっていろんなものが税金高くなってあるでしょでなおかつ税制自体もどんどん複雑になってる で昨今であればまあ不幸にしてコロナが流行ったりっていうのはありましたけどもコロナなんかが出てくればまあ珍しいですけど国が給付金払ってくれたりもしたし融資の枠が広がったりもしたじゃないですかああいったものって経営者の方々は自分でやると大変ですよだからそういったものは顧問税リスタにお願いしてててやっっもらう,っていうのは普通ですよね,ねでそういった業務もありますでそういった業務もありますからまずね今お話しした通り世の中の流れとしては。 に全般にわたって、まず課税強化の流れというのがまず前提としてあってそれがいいか悪いかは別ですよね。課税強化の流れがあって、なおかつ税制がどんどん複雑化してる？消費税なんかいい例ですよね。消費税なんていうのはまあ、皆さんご承知の通り、軽減税率なんか適用されたじゃないですか？低パーセントに上がるにあたって。あんなね。 まあ、本来ああいうことはやるべきではないと僕は思いますけどもでも実際にそれで世の中動いてるわけです。で世の中大多数の人たちは、まあ、お年寄りも多い少子高齢化が進むこの日本では財源を確保しないと社会福祉が回らないだから増税しかたないって思ってる人が世の中多いわけですからそうなってくるとやっぱりこの増税強化とかあ税制の複雑化っていうのはもう避けては通れないでそうなってくるとやっぱりプロの目って絶対必要です、ね、絶対必要です。 だそうなってくると税理士さんの業務がこのあと縮小していくなんてことは絶対ないからやっていただくだけの価値はどんどん僕は高まると思います。でその税理士権、まあ将来的に税理士として食べてっていただくにあたっては、まあ、ご自分のねやっぱり専門性を高めていかなきゃいけないんだけどもまずはその前に、ね、独占業務でございますから当然のことながら資格に取っていただかなきゃいけない。でその 資格試験に挑むにあたって一番やっぱり入り口としてやりやすいのは簿記会計の科目だと思うので入り口としてこれをね選択していただくというのはまあ一番自然な流れだし皆さん方にとっても学習負担というのはそんなに高くないと思います。でこの税理士の会計科目をご受験いただくにあたってじゃあ私どもレックではどういう形の講座展開やってんのっ言ったら大きく言うと3種類ぐらいあります。種類ぐらい。 大きく言うとねでまずこのパンフレットの冒頭載ってるんですがこれ初学者の方々前提です、ね、皆さん方に必修科目である会計科目簿記論と財務諸論というんですがこの2科目を合格していただくにあたって特に初学者の方向けに設定させていただいている講座が2種類まず1つがまあこれが今うちはもうメインですけど母材横断コースって言いますでこの「母財横断コース」は1つのクラスの授業を受けていただくと。 その年の試験として、募金論、財務諸表論、同時に受験していただき、同時に合格していただくことができると。まあ、どうしても募金論、財務諸表論というのは、会計科目という共通項がありますので、まあ、根っこは同じなんですね。だから、この母材オーダーのクラスでは、あくまでも二科目同時合格ということをコンセプトに、講義カリキュラムが組んである。一つのクラスを徹底的に調校し、復習を図っていただくと、同時に二科目受けることできて。で えー、翌年にはもう税法入れますよっていうコンセプトで作らせて頂い,いているのがこの横断クラスです。でこれね簿記論代表の同時合格を目指すこのクラス同時合格クラスですよっていうのはいろんな予備校さんが今お出しになってますがまあある意味こういったものを目的に体系だったクラスを設定したっていうのは私ども元祖です。これれははもう自負がある一番古い、ねまあ、それまではね あのどこの予備校さんでも簿記論は簿記論財務士論は財務士論分かれてたんで2科目同時受験って言ったらそれぞれのクラスを聴講するっていうのが前提だったんですがまあこれね、えー、あ,あくまでもうちなんか特に社会人さんが多いんで効率的にですか限られた学習時間をねうまく使って効率的に簿記論財代を合格していただくための授業を特化してみようということで始めたのが母材王オーダー。もうこれね1 5六6年経ちます。普通にスタンダードなクラスとして動き始めて。 で、立ちますけども、これ毎年ですね、幸い多くの方々に合格していただいて、ご好評もいただいてるんで、今年度もやります。で、この母材お団クラスの収録講義を担当させていただくのは私です。ね、<laughs> 私なんです。まあ僕、ここ数年これやらせていただいてるんですが、あのー、まあ、21年度の試験はこれからなんです、まだ。まだ試験やってないんで、あれなんですけど、20年度の段階でですね、20年度は非常によく受かっていただいた。 まあ20年度はみんな頑張ってくれたのは当然あるんですけども本当にねうまいこと回ったなっていう気もするんですが自分で言うのもあれですけど非常に多くの方々合格していただいたしまあ特に私どもの場合には通学のクラスもあるしウェブで聴講していただくいわゆる通信系のクラスもあるんですがウェブでご聴講いただいた方の中にすごいですよ。その年8月の年月月試験をね4月ぐららいいかか勉強始めて受かった方います2科目こういう方も出てる。 まあ、ある程度まとめて勉強ができる環境だったっていうのもあるんでしょうけどもそういう方も出ました、まあ、非常にご好評いただいてるんですが効率的に2科目目合格を目指すすとといいうう意味では母材横断というクラスがありますただね、まあ、これこれがうちの学校でいうとこの、まあ、今ある意味メインで売ってる講座なんですけどただやっぱり2科目の同時勉合格を目指すってことは単純に2科目分の勉強にはならないけども言い方変わると1科目分の勉強では当然足りないわけですから。 まあイメージで言うとね。モザイオーダーのクラスを勉強していただくと、1.5科目分ぐらいの勉強量で2科目同時合格ができます。よってこんなイメージなんです。で、1.5科目分ぐらいの勉強量は逆に言うと必要になってくるから、まあ、比較的こう。社会人さんの中でもお忙しい方っていらっしゃるじゃないですかね。 あの時代の流れに逆行するとは言わないですけども今でもやっぱりね責任ある立場でお仕事されているような方々はまあ会社は残業すんなすんなっつったって自分の仕事が終わんない以上そうするとまあ仕事の部分で結構時間取られてしまうとかあとはお仕事の部分以外でも小さいお子さんがいらっしゃってそういったお子さんのねやっぱりご飯の支度であったりねお勉強のお手伝いとかいろんなことしなきゃいけない。 でまたはご高齢のね親御さんの介護なんかがちょっと入るとかそういう方もいらっしゃると思うので1.5科目分の勉強時間を確保すするってのは結構厳しいい方もおいでになります、まあ、そういった方々は無理せずに確実に1科目ずつの合格を目指せばいいんでその1科目ずつの合格を目指そうっていうのがこの「パーフェクトコース」ってやつです。 でこれが募金論のパーフェクトと財務省のパーフェクト完全に分かれずで,で、まあ、僕はこの募金論のパーフェクトを担当するんですけども募金論のパーフェクトっていうのはもう1年間勉強していただいて、まあ、学習スパンはいろいろありますけどね、えー、1年程度勉強していただいて論1科目の合格に特化ししてて勉強いいただくというクラスですで。こちらはもう純粋に1科目合格のための勉強していきますから母財横断のクラスよりも学習負担は減ります。 で確実に一個一個合格を図っていこううっていうのはパーフェクトでこれはね僕はあのどっちででもいいと思うんです、ね、母財横断で1年間で2科目合格目指すもよし1年ずつ簿記論は簿記論財務省論財務省論しっかりと1年準備をして1年1科目ずつ,ずつ合格を積み重ねていくこれどちらでも僕はいいと思う。ともすると母財横断で早く2科目合格することがいいように見えるかもしれないけどそこはね 僕必ずしもそうは思ってない結局のところ皆さんの究極の目的ってのは勉強を始めたら合格することもまずなるわけですで、合格することが目的であって授業の調教調校が終わることが目的じゃないじゃないそうすると今申し上げた通り母材横断っていうのは普通にパーフェクトのクラスを受けるよりは学習負担絶対多いんです絶対多い当たり前です同じ学習量で片や1科目片や2科目ってなるわけないですから当然のことながら パーフェククトののラスよりは母材横断がが学習量が多いのでそうなってしまうとね無理して早く受かりたいからって言って学習量のことを無視して母材横断選んでいただいても結局のところ自分の中にその内容を取り込むだけの復習時間なんかが取れなければ受けるだけで終わっちゃうでしょ。そうすると結局1年間だったら1年間の学習時間を通じても内容が中に取り込んでなければ僕らも財務省も受かんないってことになっちゃうのよ。だったらばえ 簿記論だったら簿記論に特化をして1年間で1科目ずつ確実に合格積み重ねた方の方が結果早かったということになりかねないわけですねだこれはご自分の置かれている状況を勘案してある程度コンスタンスに勉強時間が確保できるということであれば早め早めに試験は終わった方がいいわけですから母材横断という選択肢になるだろうし ある程度時間的制約が多い方であれば1年1回も確実に合格を目指していくというのも一つの選択肢だと思うんで皆さん方お一人お一人置かれてる状況って全然違うはずですから今現在ご自分が置かれる状況とね学習に取り込めそうな時間というものを勘案していただいていずれかご都合のいい方を選んでいただくという形になるかなと思います。でここはね あのなかなかあパッとした形で決めにくいというところもあると思うのでそうですねまあ,あ具体的な状況などはあいろいろご相談されたいということもあるでしょうから、まあ、そういったところは先ほどご案内した通り各地本校校舎の方にね、えー、来ていただければ専門知識を持った専門員がご相談お受けすることもできますしでコールセンターなんかにお電話いただければやっぱり専門の担当者がお話しすることもできますしまたはあこれからあと そうですね、まあ、ちょっと時期的には限られちゃうんですけど私ども各地の本校で僕も担当しますけどあの資格相談会ガイダンス講義をやったりする場合もありますもしそういったところねご都合があればお気軽にご参加いただいて個別相談という形でお話していただければこっちの方がいいんじゃないですかっていうお話もできると思うんでまあそれぞれの科目の特性というものをしっかり見極めた上でご自分に合った構図っていうのを選択していただくといいんじゃないかな。 いう,ふうに思いますまあここら辺がやっぱり講座選択にあたっては必要なのかなと思います。でその講義の設定内容についてなんですけどね今お話した母材横断とパーフェクト、ね、それぞれの講座の組み合わせをお話しするとまずパンフレット4ページ側にこれ母材横断クラスの講義設定があります。でこれがね大きく分けてちょっと見開きで4ページ5ページなんですがね 左から右にタイムテーブルが進んでます最終的にここね2022年度の税理試験ここでの合格を目指していただくんだけどもまあこれまずいわゆるインプット期勉強を始めていただいて最初の方はねまずインプット講座これ60回にわたって授業を受けていただくというのが基本です。ねでこれが3時間講義で60回ですから、まあ、結構な数があります。で結構な数があるんですけどまあこれがまずメインのインプット授業。 ただあの話聞くだけだと何なん,なんで当然復習をどれぐらい進めていただくかということもやっぱ重要ですから一定のスパンごとに実力確認テストもうこれ簡単に言うと月齢試験です月齢試験なんかも受けていただきながら基礎力の構築を図っていきます、まあ、そのあとのボダ、えー、横断演習ってのはこれ、まあ、オプション的なものになるんですけどもねまあ,あ問題集 総合問題集なんかを使って問題の回答要領っていうものをさらに細かくチェックしましょうっていうのが演習ブリッジまあいずれにしましてもこれら授業というものをインプット期にこなしていただきますでインプット期ってのはどこまでっていうと大体税理試験っていうのはねゴールデンウィーク5月のゴールデンウィークあるでしょゴールデンウィーク明けから直前期っていいます税理試験8月ですえ直前の追い込みって5月に始まるの始まります まだ先じゃんと思われるかもしれないけど全然先じゃない。えー、税理試験はね、8月に本試験ですけど、追い込みというのは5月6月ぐらいです。ね、5、6、行っても7月の中旬ぐらいまでかな。いう気はします。え、その後はっつったら、そっから後は追い込み時期じゃないです。体調管理と個別論点の見直しの時期です。で、僕はずっと思ってんの。あのね、 税理資格もそうだけどいわゆるある程度の難関試験って試験前の1週間に睡眠時間削って勉強をやったってね正直言いますけど何の意味もないですまああえて言えばやったなっていう感覚はあるかもしれないけどあのね追い込みっていうのは基本的に僕はもう常に受講生さんに言ってんだけどどんなに後ろ倒ししたって7月の終わりぐらいまでですよ。 そっからあとは睡眠時間を削って勉強なんかしちゃダメです。いいもう体調管理と個別論点の確認ぐらいに留めて本試験を受けるんですよ。8月ってそういう時期ですから。いいだから追い込みなんてからもっと先に終えたのはダメ。ね、あのほら子供たちがね中学受験とか高校受験で元旦から冬練やったりなんだりするじゃない。 でああいう子どもたちっていうのは結局のところやった感を持って自分が自信を持って試験会場に挑ませるために必要だからそういうことをやってるだけの話であってですねこんなのは科学的裏付けもいろんな論拠ありますけど見ていただけと分かるけどどの学者さんのね文献見てもらったって最後の1週間で実力が飛躍的に伸びてですよ点数が20点も30点も伸びますのそんなことないですから。 でそれで受かるんだったら税理試験は難関でも何でもない。で言葉は悪いけどね誰でも彼でもちょっとやったらすぐ受かるような試験なんかやったってしょうがないでしょ。だって誰でも受かんだから。その程度のものに世間の皆さんがお金払ってね先生お願いしますっていうふうにサービスの提供を求めますかって求めませんよそんなの。で自分でやりいんだから。でしょそれができないぐらいやっぱり広範な知識というのは求められるから難関なんでしょ だそうなるとね追いい込み時期ってのはゴーールデンウィーク明けぐらいからかなんですで本当の意味で実力がガーッと上がるのはそこからガーッと走るだけ走っていただいてだいたい7月の中頃までです。もうそこまで実力の形成終わります。で終えなきゃいけない。ね、でそのゴールデンウィーク明けから始まる直前期に講義12回当練12回、ねまあ、そろそろやっていくと、ね、いう形ですね。 えー、で、公開もしなんか受けていただいて、最後のまとめの答連やっていただくと、ですか、本試験になりますよと。こういう流れ。なら大体これがゴールデンウィーク明け。なら皆さん方あ、ウェブなんかを使ってね、ご自宅なんかで勉強される方々は、まあ学習開始はね、お一人お一人だいぶ時間が違い,違いがあるから何とも言えないけども、目標としてはこのゴールデンウィーク明けぐらいから始まる直前の講義に間に合うように。 まあウェブでやっていただくにしたって通学の方で日程は開示してますからその日程を参考にしながら大体ゴールデンィング明けぐらいから直前の講義に入れるように学習ペースを保持していただくというのが基本です。でこれが母材横断のクラス。ね。で母材横断のクラスはこちらになりますからまあある程度そうだな毎回毎回の学習時間を確保できる方はこれだと思います。 でイメージなんですけど何時間勉強すればいいのっていうのがねよく聞かれるんですけど何時間っていうのは個人差がありますからあ,のあんまり意味がないと僕思ってるんだけど一つの目安で言うと1講義3時間でしょ3時間の授業を受けてもらったら少なくとも復習にはは時間は要りますどんなに少なく見積もってもどんなに少なく見積もっても3時間は復習いるでも3時間じゃ多分終わんない。 えー、これが4時間になるか5時間になるか個人差ありますけどだいたい講義と同じぐらいの復習時間は確保しなきゃダメだしでいろんなものがねどん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 勉強進むと知識が入ってくるじゃない。で知識が入ってくると昔入った知識ってのはやっぱり抜けてっちゃうんでそれを思い起こすっていう作業が必要になるから講義後半ににななななればるるほど前の方に戻っての思いいい出しもしもきゃいけんんで勉強量増えるん絶対、ね、そうなってくると本当に最終盤の方になれば復習をするって言ったってね 1>, 1講義受けました3時間じゃ多分終わんないですよ見直しの話も必要だか,だから結構もう勉強を始めていただくとそれにある程度主軸を据えていただいて勉強していただくような時間というのは必要になると思いますよ。だ毎日コンスタンスにそうだな特にゴールデンイーク明けの週、えー、直前期になってくると毎日コンスタンスに少なくとも2時間3時間の勉強時間は確保するように目標として設定していくまあ 当然できない時もありますよお仕事忙しくって3時間加工なんかやったら寝らんなくなっちゃうって時もあるからそれを無理してやれとは言わないけどもただま気持ちとしてねやっぱ毎日コンスタンスに23時間直前期っていう時期になったらもうこれはやっぱり保持する必要はあると思う。だそうするとテレビ見たりお酒飲み行ったり友達と遊んだりっていうのは多分できなくなりますすこれれははもう事実だから言っておきますあのそれは無理です。 <laughs> あのこんなこと言うとななんだで嫌だなもう感じ悪いなあいつって思われるかもしれないけど嘘言ったってしょうがないんでもうそれは言いますよ言いますあのー、もうゴールディンウィーク明けから8月の本試験受けるまでは遊んだりできませんあのねたまには友達と息抜きに映画見に行くとか全然いいと思うしお子さんと公園行って遊ぶとか全然あっていいと思うよたまにはねそういう時も必要でも 今までと全く同じ生活してて人並み以上の資格を手にすることができる人ってのは世の中ごく一部しかいない。世の中には間違いなく天才と呼ばれる頭のいい人がいます。その人たちはそんなに勉強しなくったって成果出せる人もいる。ただそんなのはごく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 一部でね一般的な人たちにとっての目標にはならないでしょ。だってもう根本的な,なんうのかな能力の違いがあるから。で僕なんか絶対そんな人間じゃないですからねえ。 あのー、もう僕勉強した時よく思ってたっていうか先生にもよく言われたんですけど世の中大多数の人ができないんですよねできない人たちが一生懸命頑張って資格を目指すんですじゃあできない人たちが合格者になるためにならないですとかもう簡単なんです人よりやるんです <laughs>、ね、<laughs> すごい,いこと言うなと思うでしょうでもね僕これ真理だと思ってんの僕なんか成績系していい方じゃなかったからその時に習ってた先生がよく言いましたよ お前はいいつもここういうととで間違えるなと、はいね、どうしたらできるようになりますか倍やれ。倍ですか、ね、勉強量倍にしろと。倍にしたらできるようになりますか分かんないそんなので。倍やってできなかったら3倍それいいじゃん。3倍やってできなかったら4倍それいいじゃん。やるしかないじゃん。それが資格試験でしょ でそもそも税理試験というのは競争試験なんです。各科目とも大体上位10%が受かるんです。言い方変わりは皆さんの目標はそれぞれの試験を受けた時に上位10%になることなんです。でしょそれは昔も今も変わんない。 でその上位10%になるって言ったら、税理士試験の試験会場に試験を受けくる人の中の全上位10%ですよ。でみんなそれなりに努力をして、一生懸命準備して試験会場来るんだから、その中の上位10%になるってこれは大変なことなんです。大変なことなんですから、それを実現しようと思った時に、じゃあね、少ない時間で少ない負担で効果が出せる、そんなことはないんです世の中、絶対。 あのいろんなね動画だのなんだのも最近出てるからあれもまあ良くないのかなって僕は思うんですけどうんと効率的に勉強すれば少ない時間で何でも成果出せますみたいな言ってるのもあったりしますけどね嘘ですよあんなの。ねえ、まあ、中にはそれがうまく回る人もいるのかもしんないだから嘘っていうのはあ妥当性に欠ける表現なのかもしんないけど僕はそんなものを当てにしちゃダメだと思うだって根本的にそれを履修するために実はえらい時間かかったりとかもあるんでね無駄じゃんそんなのでそうじゃないんですよ 結局のところ精神論なんです僕はそう思ってますよそそううだって競争ですもん上位テンパになるための競争ですもんオリンピック選手だってなんだってそうだけど科学的トレーニングを取り入れるいろんな科学的トレーニングがみんなやってますでも最後に物うの間違いなく精神論でしょ弱い精神のままで勝てますか勝てないですよだからみんな大きなプレッシャーの中で一生懸命向き合って競技に向き合って上位になるだ中には不幸にしてその過程でね 心の病気になられてしまうような方々もいらっしゃるわけじゃない。だからそれだけ彼らトップアスリートっていうのはやっぱり追い込まれてるんです。で税理試験の受験生さんそこまではいかないと思いますけどでもやっぱ絶対精神論って必要なんです。ね。人と同じ時間一般的な2時間の学習時間でできないじゃあどうすんの ?3 時間やりいんですよ。3時間でできなかったらどうすんの ?4 時間やれいんですよ。あいつすげえこと言ってんだすげえ非科学的なと思われるかもしんないけどこれもう究極のです,か真理ですもんそういういことですで僕はね。 税理士試験というのは努力して受かる資格これの最高のランクの資格だと思っていね。世の中にはいろんな資格試験ってありますありますが努力だけではどうにもならないものって世の中多分ありますこれは僕が資格予備校で仕事をしてきた経験で言えますけど例えば私どもレッグってもともと司法試験の学校なんですねで、司法試験の学校で僕はやったことないけども 司法試験って、まあ、特に昔の試験なんかそうだと思うんだけどねあれはね生まれてから試験を受けるまでにどういう生き方してきてどういう生活してきたかって全部かれると思いますよ。全部かかると思う。だから23年ちょっと司法試験の勉強やったから受かるかって受かんないですよあんなの。それまでの人生の積み重ねが全部もの言うから。で僕はそう思ってんの。ねで。そうなると2年3年準備しただけでどうにかなりますかならないですよ。 でそれっていうのはここまでやってきたことは全部問われるけどじゃあ税理士試験は違います税理士試験はその試験に向けての準備努力の量が完全に結果に比例するね、やったらやった分だけちゃんと点数に跳ね返ってくるただそれがね 2>, <え>2時間でできるようになる人もいれば4時間でできるようになる人もいれば8時間かかる人もいるんですね、でも必ずやっていけばできるようになるのが税理士試験なんです でこれはもう自分の経験上も言えるんだけどだったら4時間やってできないんだったらどうするの5時間やればいいじゃないですかそういうことなんですねそれで税理士格っていうのは形に出すことができるだから努力した成果が出やすい最も難易度の高い試験が多分僕は税理士だと思うでそれをしっかりこなしていっていただくと確実に合格ができます絶対努力は裏切らない えそれが税理試験の僕特徴だと思うんでねまあこの学習スパンというものをしっかり考えていただいてね講座の選択はしていただければいい対してパーフェクトになってくると10ページ講義の回数ちょっと減りますまあ科目が1科目ずつだからねまあパーフェクトの場合まず基本のインプット授業は52回になりますちょっとしか減らないじゃんと思われるかもしんないけどこれ講義がそもそも2時間半ですからあの母材横断は1講義3時間ですけどパーフェクトは2時間半です で済みまますす間に実力確認テスト月例試験も受けますでここをこなしていただいたらやっぱり直前期ってのは5月ゴールデンウィーク明けぐらいから始まりますんでそちらの方に挑んでいただいて合格をいど、えー、勝ち取っていただくとねだからそうですねまあ本当に勉強に集中できるような環境の方々であればこれおすすめなのがキロンのパーフェクトと財務省のパーフェクトそれぞれ受けていただく で母科目受けていうのは効率的に2科目受かるように勉強していただきますから母規論のパーフェクトと財務主論のパーフェクトそれぞれを受けるものよりも学習量っててのは減らしてあります、まあ、要は本当に重要性が高いところを的絞ってるんです、ね、だからそうすることによって効率的な合格を目指すこれが母材横断なんですけどパーフェクトはまあ不可的なっていうのかな保険的論点も多くなってくるんで学習量は増えるんです。 だその代わり言い方変えれば1科目1科目は専門的な知識をより深く身につけることができるんである程度勉強時間なんか取れるとかそういう環境の方であればパーフェクト2科目受けていただいて2科目同時合格を目指すこれもありだと思う。でここはね本当にお一人お一人置かれるという状況が全然違うのであのご自分の状況をまず前提にしてしっかり把握をされてその中でね 自分にとって一番適した講座ってどういうものかなっていうふうにお考えいただいて講座設定っていうのはねしていただくといいのかなというふうに思いますで、ここら辺がまあ一般的なボキ論ン代表主として初学者の方向けの講座設定なんですけどえー、パンフレットの18ページ側にはねこれ受験経験者の方の上級コースっていうのもありますこれうんと回数少ないですでこれはもう完全に受験経験者ですから一回試験を受けていただいた方 で税理試験は基本的に100点満点のうちの60点以上で合格っていう一つの目安はある実質的には上位テンパーの競争試験ですけどねで60点以上で合格だよっていうまあラインもあるんですけどこの上級クラスっていうのは過去に試験を受けた時にそうですね、まあ、僕の感覚で言わせてもらうと50点ぐらいから上で合格しなかった人52点で不合格だったとかあ55点で不合格だったとか まあそういういい方々を想定しててやっていくのが上級クラスでこれはまあやっぱりね得点源となるような主要な部分を軽く確認するとともにさらに得点領域を広げようってことで応用度の高い論点のご紹介します応用度の高い論点をするんですけど逆に言うとね本当にベーシックな部分の知識はもう50点以上本試験取ってるんですからもう基礎固めは終わってるんでそこはやらないんですよ。いやらないんです。 だから上級コースっていうのは一つの目安で僕の感覚で言うとですけど50点程度から上で不合格になっちゃった方採点結果として50点以上の点数がついてるけど不合格になった方はこういう上級コースでより特定の向上を図るような準備をしていただくことはできると思う。で逆に言うとねあの上級を受受ければ受かりやすくなるってここはちょっと勘違いしていた,だないただきたくないんで申し上げますが端的な話1回試験受けたと。 ただその採点結果の通帳を見たときに例えばですけど点点台台だだっっったたとか30点台だったよてていいいいう方方は無理して上級受けない方がいいです。これはねあのどこの予備校さんの講座も多分そうだと思うんだけど受験経験があるから上級っていう安直な選択の仕方をするとこれは本当に大変です。だってそもそもやっぱり20点台とか30点台の点数になってしまったっていうことはベースの部分でどっか弱点が多いんですよ。 すなわち基礎の部分で固まってないところが多いから点数としてそういう結果になってるそうするとねそのベースのところをしっかり固めなければ上乗せの部分なんか乗んないんですよ。で上級の授業ってのはそのベースの部分が著しく欠落しますからだってできてるでしょもう前提でお話してしまうんでだから2回目3回目の受験だから上級だっていうこういう安直な選択はダメ。な一つの目安としてある程度もう点数は足してる。 で点数ははしててるるってことはもうベースの部分はちゃんと固まってるあとは合格ラインに乗るためにプラスアルファ応用の部分をしっかり乗せてこ,こういう方々向けの講座が上級ですから別に2回目3回目だから上級受けないと恥ずかしいのがないんですよ。ねないんですよ。そうじゃない。だから基礎のところをしっかり固めればその年に合格することだってあるわけだから。ね。だからあーこの上級クラスっていうのは今申し上げたとおりある程度のラインまで達してる方はこちら。 再受験の時には選んでいただいてもいいしそこまで達しなかったんだったらパーフェクトとかの方が全然いいですす結果として点数になりますでこういうふうにね、まあ、いろんな状況というのがあるんでさまざまな講座の設定させていただいてますから、まあ、繰り返しになりますけどもご自分の置かれてる状況でね一番適すると思われるかも講座を選択していただいて学習を進めていただければいいんじゃないかなというふうに思います。 まあ本当にねここ2年ぐらいかなあコロナが始まって世の中大きく変わりましたでまあそういったことがあったからこそ税理試験受けてみようかなって多分考えられた方もいらっしゃると思う、まあ、それは一言で言ってしまえば将来不安っていう話なんだと思いますがあの皆さん方が抱えてらっしゃるそういう不安っていうのはね極めて妥当なものだし極めて健全な考え方だと僕は思います。 まあ、よくアフターコロナなんて表現するしいろんな人がいろんなこと言うけどね僕レベルの人間でご意見するのもあれですけどねもう世の中元には戻んないですよ。で、ね、今回のコロナというのはおそらく日本人の特に仕事をされる社会人にとってはですね決してプラスの働くことないと思います世の中どんどん多分これから厳しくなる僕はそう思う。で特に日本という国の状況を考えた場合にですね まあ欧米とかなり違って飛躍的に景気が回復する日本国全体が景気が上向くってことは多分ないですいくつかの企業は間違いなく伸びますでその会社に関わっておられる方々はいいと思いますお給料も伸びるでしょう、ね、でもそうじゃない層っていうのがその中に含まれない層というのが多分に出てくるはずですでそうなってしまうと、まあ、今回のコロナによってかなり体力奪われてる企業さん多いですから やっぱりねうちみたいなこういう資格予備校だってそうですよ、ね、厳しい状況になってるでそうなってきた時にやっぱねんちょっと将来に向けてやっぱご自分のポテンシャルを向上させていくような努力ってのはもう真剣にこれ向き合わないとで、まあ、そもそも日本という国の制度自体がねいいとか悪いとか別にしてですよ今、まあ、非正規の方々も非常に多くなってきた ね、実際私の塾高生さんもお若年層と呼ばれるような層の方々はなかなか正規の仕事に就けなかったっていう方もいらっしゃる今でも非正規の仕事しながら勉強一生懸命頑張っておられる方々もいらっしゃる。ね、で幸いにして正社員の、ね、枠には入れたよという方々もいらっしゃるでしょうけどこれもうねもうこんなの僕が言わなくたってお別れでしょうけど正社員という働き方自体がこのあとどうなるかって考えた時に。 あともう10年持たないですよ多分、ね、うもう皆さんもいろいろご承知だと思うんですけど自民党さんなんかね働き方改革ってきれいな名前のもとでですよ「週休4日制を導入しましょう」とか「副業をどんどんやりましょう」とか言ってるじゃないですか。であんなものは言い方はねきれいな言葉を当然使いますけど要は。 ね、会社にその負担を押し付けることはできない雇用を安定させ生活を向上させるようなことをもう企業に求めることはできないんで自分で何とかしなさいよっていうことを要は言ってるわけですよそういうことでしょだって副業をしろってそういうことじゃないですか昔僕らが社会人になってすぐの時は副業なんか禁止だったんですよ今でも多くの会社そうかもしれないけどねうとんでもないと仕事も集中しろとお僕らの時代はそうでしたでも今は副業なんかどんどんやれとね 自分で自分の生活を安定させろと。ね。いうふうに変わってきてるでしょ。で、これ、この後公務員も多分平受けなれですよ。僕は思いますけど、まず地方からあると思いますが、公務員さん多分ね、今リストラなんかないですよね、ほぼほぼ。少なくともクビにならないじゃないですか。でも、これからなりますよ、公務員。<laughs> なります。あの間違いなくなると思います。えー、だから公務員になったから安泰なと思ったら大間違いです。えー、とてもじゃないけど、公務員なんか、もう、確保しきれないでしょ。 そろそうでしょだって納税者の方があ生活が厳しいのに公務員安泰ならそんなバカな話があるわけないんで,で当然のことながらもう絶対手に入ると思いますだからもうどういう立場になってもねこれから自分のポテンシャルをどん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 上げていかないとやっぱねいい生活うんぬんじゃなくて日々のの最低限の生活もやっぱ厳しくなると思うでその中で自分の能力価値の向上ということを考えたときに税務とか会計に関する専門知識っていうのはこれはね 将来性多分にあると僕は思ってるんでやっていただくだけの価値はあると思います。まあ、僕は千人でみんながねそんな不安感じずに毎日ハッピーで過ごせるような国だったらそれが一番いいと思うけども、まあ、この20年近くこの国はそういう方向には向かってないんでどん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 厳しい状況になってる。ね、何も考えずに自分の生活頼み楽しみながら適当に会社行ってですね 日々のの給料をももららいいいいなながら過ごせらそれででいいっていうのはもう整理しないですよ年金だってどん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 減らされる支給開始は遅れる <laughs> まあ変なことばっかり言うのもあれですけどでも実際世の中そう動いてるんだか,らだから皆さんみたいにこういったものにね着目してご自分のスキルというものを向上しようというふうに思われてる方々、まあ、こういった方々こんなこともう100も生じたと思うんです。でやっていただくだけの価値は間違いなくあると僕は思います。 ね、でその税理士というね一つの結果に向けてですね、まあ、決して進む道は楽ではありません繰り返しますけども人様からお金ををい,いて自分のの知識を提供するのするが業で税理士も当然そうですでそうなってくると人並み以上の知識経験というものを取り込まなきゃいけないそれは人と同じように遊んでてできることでは当然ない厳しい厳しい辛い辛い時間を過ごさないとそうはならないんです でもその先には必ず向かれ向かわれと僕は思いますんで税理士という勉強をしっかりやっていただくとそれはね将来の皆さん方の生活というものを必ずプラスの方向に引っ張ってくれるもんだと僕は思いますからやっていただくだけの価値はあるはずなんでぜひね 前向きに捉えていただいてこういったものをご検討いただければと思います。で繰り返しになりますがまあちょっと総論的な話も多くなったんだけどまあ科目の特性講座の特性というものをちょっとお話しさせていただいたんですがまあこういうものをご覧いただいてもまだまだ不安なところっていっぱいあると思うんですよ。で不安なところについてはやっぱり人に聞いていただく相談していただくと一番いいのでまあ私どもこれからね無料相談会等をどんどんやってきますしで各本校なんかに詰めてる専門のスタッフもご相談には乗れます。 別にあの相談会に来ていただいたから無理やり入れるように営業をかけまくるとかそういうことしませんのでねそこはやっぱりねいろんな形で情報を入手していただいてその上でご自分が一番いいと納得された上で勉強を始めていただくのがいいと思いますんでね。 ぜひそういった機会というものを積極的にご活用いただきながら、前向きにね、ご検討いただければ嬉しいなというふうに思います。まあ、ちょっとよもやま話的な部分も多くなってしまったんであれなんだけどね、まあできれば私の講座の方でね、皆さんとお会いできる日が来るのが一番理想だと思うんですが、あーぜひね、そういったあ無料相談等々を活用していただいて、ね、納得していただいて、勉強の方ね、 始めていいいただければ嬉しいなと思いますはいということで、ぼつぼつお時間になりましたんでね、えー、とりあえず今日のガイダンス講義は以上というところになりますから、ぜひね、皆さん前向きにご検討いただいて、税理士というものを志していただけるとありがたいと思います。以上で本日の講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。